いいえ、それには及ばないわ。リーシャ！レン先輩も！って、前に打ち上げであったクロスベルの舞姫っていう？おお、アシェン様とすでに首都を立たれたかと思いましたが。ベルモッティさんから聞いて相乗りさせてもらったの。裏解決屋への助太刀、改めて引き受けさせてもらうわ。先輩、助かります。お主が加わるなら100人力というものであろう。私の方は首都でのやり残しをアシェンさんに頼まれまして、この場は同行させていただきます。ルーケにリーケの方々。かたじけないですが、よろしいのですか。頭数を考えるとあなたも解決屋に同行するべきではないか。いえ、この状況では本命以外も備えるべきでしょう。警察やギルドの皆さんもご注意を。わかった。増援も呼んでいるから、到着次第各方面に投入しよう。アークライド、くれぐれも気をつけろ。ああ、そっちこそな。そんじゃあ取り物を始めるぞ。これより警察、ギルド、ヘイユエ、そして解決事務所の合同ミッションを開始します。各自通信コードを共有、何かあれば相互に連絡をお願いします。ああ。リーシャ、心配無用でしょうけど、くれぐれも気をつけなさい。ねえ、ジェリスも、皆さんも本命はお願いします。って、いいから行くぞ。しかしこうなってくると仕込むだけ仕込んどくか。ザイファ、一体どちらに。すごいね、こんな場所だったなんて。なんだかネメス島にあった遺跡にもちょっと似てますね。あの島にもともとあったのは戦士文明、精霊信仰のものね。イーディス郊外にもその時代の遺構があったとは思わなかったけど。はい、イーディス市ができる遥か以前からあったみたいです。その佇まいから王国時代には祭礼や式典にも使われたそうだけど、それが二つの事件で血塗られてしまい、禁忌の地となったか。ねえ、偉人の名を冠する公園にそんな場所があるのも意味深だが。お待ちかねかよ。4名、いえ5名。やはり何らかの影響を確認ですが、無力化すれば。あるいはなら、とっととぶちのめして目を覚まさせてあげないとね。これってでかいぞ。うわ、これってまさかメルヒェンガルテンに現れた急凍の門番。まさか現実世界にも現れるなんて。いわゆる幻獣、この血が招き寄せたものかもしれん。例の汚染を確認、脅威度は計り知れないかと。初っ端から素敵なお茶会になりそうね。ここでつまずいてはいられねえ。必要なら俺もグレンデルで出るぞ。
息吹を加勢するぜ。ザイファン駆動。今宵はようこそ私のお茶会へ。そのまま眠りなさい。グラウンデラランです。行きなさいアニエス。輝ける花よ我らに祝福を。ザイファクロー黙れ。そこだ。ザイファクロー来るわ。気をつけなさい。ドライブ開始。黙れ。
盾よ、みんなを守って。レン先輩、シャドウブーストチャンス、ガンガン行くぞ。休憩しましょう。どうぞ召し上がれ。頼んだわ、ガンさん。クラインド、ありがとう。強気に行きなさい。まとうとすか。強気に行きなさい。そこだ。しまいだ。かなり削ったはず。もう一押しよ。このまま倒しきりましょう。この調子でいきましょう。感謝します。強気に行きなさい。この生まれらの言い訳を。こちらのターンね。この調子でいきましょう。全力でこっちの番よ。お茶にするわね。お上がりなさい。感謝します。合わせるわ。この調子でいきましょう。全力でいきましょう。頼みます。決めろ、ヘリ。使用せよ。ダンダライズライド。またいい経験が詰めたみたいね。強化完了ね。もっと皆さんのお役に。俺は補強した。そう、修復能力まであり上がるのか。しかもあの代表って。リゼットさん。しまった。おいリゼット、大丈夫か。皆さん、いかん、備えよう。させないよ。影の手、まさか。汚染が相殺されている。ここがチャンスよ。おう、この木は逃さない。やっと生き上がったか。皆様、申し訳ありません。一度ならず二度までも。リセットさん、謝らないでよ。こういう時はお互い様でしょ。ええ、もう大丈夫かしら。はい、気を引き締めます。心配はいらなさそうだな。それにしてもいいタイミングじゃねえか。ヨルダちゃん、黒の定常でも会いましたが。別に狙ったわけじゃないけどね。いくつの動きをつかんで国防外に寄ったけど一足遅くてさ。不動たちの話を聞いてなんとか転移で追いついてきただけ。ま、無事でよかったんじゃない。いえ、本当に助かりました。なんとお礼を申し上げたらいいか。定常でも思いましたけど、やっぱりすごいですね、その影の手。うん、しかしお主、よもやあの汚染を抑えたのか。うん、この一月余りイクスを探してた時に出くわして、昨夜の件もあってああいう魔獣を影で抑えられることに気づいて、
ま、動きを鈍らせるくらいだけど、実戦でもある程度は使えそうだね。いえ、ある程度どころか切り札にすらなり得るでしょう。つうわけで昨夜の続きだ。夜だ、バイト代は弾むから臨時助手に採用ね。冗談でしょ。あなただけの時ならともかく。いや、君の目的はお兄さんの真意を確かめることなんだろう。僕たちも同じだ。彼が持つ装置も含め背景を確かめたいと思っている。即勧誘はどうかと思うけど、お互い戦力アップになりそうだしね。組まない理由はないんじゃないの？何度かやり合っちゃいるが、使えるやつが大いに越したことはね。お兄さんについては最大限配慮します。暴走を止めることが前提ですが、卓越した影使いの手並み改めて拝見させていただけると。まったか、雇い主が雇い主ならだね。わかった、この場限りなら決まりだな。だったらあなたの影の波形を調べさせてくれないかしら。うまくいけばシャードで疑似再現して戦術としてみんなで共有できそうだわ。なるほど、近くにヨルダ様がいれば再現度も上がりそうですね。早速フォロー用の実行プロンプトを組んでみます。あ、だったら僕は財布用の高速同期プログラムを。ほんと遠慮がないよね。別に俺のせいじゃないからな。いえ、間違いなくバンさんの影響のような。やれやれ。これも縁というものだろう。よし、ここからは制限なしだぜ。お、宝箱だな。仕掛けみたいな。暗黒時代のもんか。この調子で解除していくぞ。強そうな敵。警戒しましょう。お、宝箱だな。よし、いい感じじゃねえか。
影を参考にした汚染抑制シャドウ、簡易アプリへの変換が完了しました。他のエリアの警察や兵衛方面の所、マジで良さそうな宝箱です。あと少しのようだな。かなり広い場所だけど、見落としがないようにしましょう。対応に入れるはずです。気を引き締めましょう。追いかけっこもおしまいにするよ。行くぜ。今日の日かちょっと上がるかも。遠隔攻撃に注意じゃ。シャドウを警戒するわ。バックアップします。ウォリアスガード強気に行きなさい。ドライブ開始。上等だ。支援します。お茶にするわよ。お上がりなさい。夜だ。ドライブバックアップお願いします。ロストありがとう。手を貸すよ。そうよ。返す。ブーストチャンス消えろよ。この調子で行きましょう。まとうとすくわ。寝る病だね。お願いします。そこだ。おしまいだ。今宵はようこそ私のお茶会に。そのまま眠りなさい。グラウンド
ラランです。ギルダ、助かります。ありがとう。強くいきなさい。さあ行きますよ。鮮やかに染まるセリーズファンタジア。ギルダちゃん、リリート解放よ。特定のアーツが入れて回していきますよ。糸気高き黒き、あなたは私はあなた。お願い、ジャージ。ヨルダに裏解決屋もご苦労様だったみたいだな。イクス、たく、国防外をあれだけ引っかき回して事後処理で困らせてやろうと思ったのによ。
何不動に任せて追ってきてるわけ。空気読めよな、おじさんおばさんたち。だからおじさんじゃねえ。おばさん、どこにいるのかしら、そんな人。いや、そのくだりはともかく。よくもまあここまで好き勝手やってくれたものね。ああ、そういや天使パイセンに女優はメッセルダム以来の仲だっけ。あのおっさんは傑作だったよな。足を洗えるとか本気で夢見てて、アルマータの命令で村一つ吹き飛ばした片棒を担ぎながら魔人間に戻れるとかさ。いや、満足そうに言ってたし、半分以上は諦めてたのかな。いくら本人が首相に無所に入っても、周りにバレたら家族は地獄かもしれねえし、自分が死んだら全部うやむやにできるとか思ったなら、僕がとどめを刺した甲斐も。黙れ。てめえマジで最悪だな。いきさつを聞いただけですけど、人の生き様をよくもそこまで。ご家族の方々が何を思い覚悟するか、あなたが決めることではないと存じますが。どうして、どうしてそんな風になったの。私たちは確かに闇から生まれた。親じゃなく教団の司祭たちに育てられて、気持ち悪い教えを繰り返し聞かされて、教団が壊滅した後は庭園に引き取られて、あの最悪なメルキオールに仕込まれて。それでも仕事でいくらでも殺したけど、死をもてあそぶようなことはしなかったよね。あの最悪な連中と私たちは違うんだって。お互いがお互いを認めてあげるためにも。なのにどうしてそうなっちゃったの。私はどこでイクスを見落としたの。ヨルダちゃん、そうね、少なくとも何かきっかけはあったみたいだけど。さあね、あったとしてもあんたらに答える義務はなくね。それは夜だ、お前にだってだぜ。ま、確かにそうだな。双子といっても所詮は他人だ。他人なら完璧には分かり合えないし、そいつだけの人生を歩むのは勝手だろ。バン、へえ、分かってんじゃんおっさん。とびきりの役ネタ持ってるんだっけ。なんかヨルダムたぶらかしたっぽいけど、あんたも一人の方がいいんじゃねえの。だからおっさん言うんじゃねえ。ま、ハードボイルド的にはそうだな。おい、バンさん。ただまあ、てめえでてめえを決めつけてすねるだけのガキからは卒業してるけどな。俺もまあ、かつてお前とは違う形で周りを遠ざけちまったもんだ。去年も微妙にやらかしちまったが、まああれは最終手段って側面もある。バンさん、まあ浅はかな判断であったと悔いてるならそれでよい。身に染みてますって。何が言いたいかっていうとだ、やっぱり僕は夜だと違う。人として壊れた出来損ないの僕だったか。生まれや育ちが人とは違う。いや、お前はある意味普通だよ。拗ねてやらかして心配する家族を本当は傷つけたくねえのに傷つけちまう思春期にありがちな黒歴史ってやつだ。ダセー真似してんじゃねえよクソガキが。バンさん。言われてみればまさにドンピシャって感じよね。異能抜きにしてみりゃ所詮は15のガキってか。はい、普通にすごくカッコ悪いです。フェリ様、多少はご容赦して差し上げると。まあ
男の子とか大抵やらかしてそうだしね。少しかわいそうになってくるけど。さすが裏解決屋ってやつ、まさかそういう切り口で来るなんてさ。イクス。でもそのガキにいいようにされたらダサいのはあんたらだよな。おいでなすったな。どうせあんたらもこいつとその装置の正体が知りたいんだろ。僕らに勝てたらヒントをやるよ。代償はアークライド、てめえの命だけどな。させません。イクス、全力で行かせてもらうよ。高速するぜディスペ。あんたらとやり合うのも久しぶりじゃん。夜だ、ゴムで遊んでやるぜ。ああ、家出小僧の背景プロとしてきっちり暴いてやるよ。お茶にするわよ。お穴にやさん、手を貸すわ。頑張ってください。財布合わせるわ。ダンスとそらそらそら合わせるわ。そうだよ、任せたわ。回復します。感謝します。ありがとう。こちらの番だ。絶好調だぜ。
で行きましょう。行きます。どうかご賞賛あれ。命よ輝け、イシュタレブレス。拘束するぜ、リスペアロック。お返しだ、借りは返すぜ。強気に行きましょう。発動。この調子で行きます。そうだよ、それ頼みます。好機よ、休憩しましょう。どうぞ召し上がれ。ダンスとそらそらそら、あの世行きだぜ。タナトスバレット。ダンスとそらそらそら、チャンスです、行きましょう。これはとっておきです。鮮やかに染まるセリーズファンタジア。聞いとくぜ。そうだ、好きにはさせません。この調子で行きましょう。強気に行きなさい。いや、逃げ場はね、ゴルゴダインテラ。でもマシナリーでもない何らかの機械生命体。いかん、みんな下がって。クソが
あんたらも！まさかこのエグゼキューターをここまで本気にさせちまうとはさ。エグゼキューター？待って、イクス、どうしてそんなものを。はっ、おまけで使ってるだけだけどな。ここまで来たら奴のオーダーだろうが構うもんか。エグゼキューター、ジェノサイドモードを起動。何人か死ぬかもしれねえけど、ま、せいぜい頑張れよな。イクス！ザキンナクソガキだ！シャード障壁を最大展開。皆様、どうかしのいでください。ジ、やべえな。こうなったらあの状態に。困るな、そこまで先は知られては。バンさん、この威力は。なんというクンフー、しかも今の蹴りの方は。おいおい、まさか。ほう、今ので崩れるとはな。腐っても終末の眷属、そして魔王の枷というところか。何？パンさんのことを。それに終末のって、気をつけてください。遅い。これはみんな絶対に触れないで。警告、警告、高エネルギー反応を確認。指向性のプラズマ嫌いですって。ありえません。 MK のラボですら実用化は。反応は悪くない、だが判断の遅さは兵士として二流。常に不測の事態に備えろ。相手を自分の物差しで測るな。あの武装は、新手が二人も。うん、最初の声って。そう、三人というわけだ。お初にお目にかかる。スプリガン、バンアークライドとその関係者、我らの腹からが迷惑をかけたようだな。せっかく乗ってたのに空気読めねえな。大丈夫ですか？ああ、ちょいと消耗しただけだ。初めましてかどうかは知らねえが、確かに個性的な集まりみたいだな。月下流の極みみたいなクンフーに未知のテクノロジーの武装を使う兵士、そして生きているような機械の鬼にゲネシスのレプリカを使うとはな。なかなかの見立てだ。噂では鼻が利くのだったか。だが結社のように内幕をわざわざひけらかす趣味はなくてね。敵ながら見事な布陣だ。これも戦場の流儀、不運と思って諦めてもらおう。ちなみに遊撃士や警官隊も簡単に増援には来られるだろう。兵友どもも同じだ。皆殺しにしてもよかったのだが、東大はなかなか楽しませてくれたな。まさか警察にアルビス君たちを。リ、インとヘイユエを倒してここに来たっていうの？少しばかり足止めをした程度さ。だがこの場には届かぬだろう。名残惜しいが、そろそろ。おっと、
そいつはどうかな。支援対象発見。大型ターゲットも確認した。アルファ、ベータ、ガンマ小隊突入。形成しつつ支援対象を保護せよ。イエスサー、イエスマン。CID のハーキュリーズだと。アルファにベータにガンマ、しかも率いてるのは。カエラさんにコーディさんも。どうしてこのタイミングで。ひょっとしてあんたが仕込んでたってわけ。ベルモッティ経由でちょいとな。ま、半分以上は賭けだったんだが。リゼット、メモ、そろそろ行けるか。はい、総裁シャード展開します。完全に対症療法だけどね。ほんと油断ならねえおっさんだな。いたぞ。CID の舞台？来るならなぜもっと早く来ない。改めて加勢させていただきます。一目損なったか。まあいい、首都周辺での仕掛けは完了。あとは最後の準備を整えるだけだ。何？あのレプリカを全員？あなた方は一体その装置はどこで手に入れたんですか？俺は俺だ。まあ名乗ってやっても構わんが、いずれ叱るべき場で告げよう。楽しみに待っているがいい、小僧だと。自分は名乗るまでもない。兵士は戦場での務めを果たすのみ。用済みの老兵も未熟な新兵もな。ちなみにこのレプリカを持っているのは我々だけではない。どのように使われているのか、各方面を探るのもまた一興だろう。思わせぶりなことばかり。待ちなさい、このくらいは答えてもらうわ。イクス君を引き込んだみたいだけど、結社方面ではないのは分かっている。だったらあなたたちはどういう存在なの？ AD なる新たな教団の人間？それとも。ああ、その名はどちらかというと選ばれてしまった者への鼻向けだ。よりどころをなくした、世界や時代から虚ろに取り残されてしまった者たちへの名。なことを。だが我らは違う。祖母と矛盾により世界と時代を揺らがせるもの。そうだな、レムナントとでも呼ぶがいい。行かせない。やめろ、ヨルダ。お前の影だろうが、シフトには。くそ、おい、しっかりしろ。ヨルダちゃん、今手当てしますから。必要ない。それよりも攻撃装置をかけて。まだ影で掴んでる。サイバーと連動してイクスの行方を。確かに影の戦術共有でザイファとリンクしてるから。広域マップでのサーチを行います。衛星の処理も借りられるかもしれません。高速動機については任せて。アニエス、彼女にキュリアを。はい。
確か最新のナンバーだったか。どうやら共闘していたみたいだが。ああ、悪いがこの場は見逃してくれ。まんまと取り逃したが、首の皮一枚繋がったかもしれねえ。そうね、無茶をさせてしまったけれど、半身を断ち切られるような痛みかもしれん。強い娘だ。ええ、ありがとうリーシャ、よく駆けつけてくれたわね。敵が現れたようだが、かなりやられたんじゃねえのか。はい、こちらは仮面の武将者が現れました。手を抜きつつも凄まじい空風で、全員がかりでもしのぐのが精一杯でした。あんたに教師ともでもか。こちらは仮面の女だったが、全員あっさりとトラップにかかってな。遊撃士が踏ん張ってくれたが、その気なら皆殺しにされていたかもしれん。それは武装の性能だけじゃありませんね。ああ、間違いなく高位ランクの両兵以上だろう。たく、ますます錯綜してきやがったが、まさかあんたらが要請に応じて駆けつけてくれるとは思わなかったぜ。よく言う、歴史保全区に大規模なテロ集団とおぼしき勢力が集結中、民族テロとの関係も疑われるなんて、首都庁経由で通報してきやがって。でもキリカ室長を介さず私たちに直接というのは正解だったわね。引き継ぎ直前の身、ギリギリ今回の采配も可能だったから。何？お二人とももしかして？ええ、兄弟揃って明日からスターテイカー計画、うん、もう一つの名称のある計画に正式配属となったわ。キリカ室長も含めて俺たちが動けるのもこれが最後。今回のようなフォローは以後一切期待しないでもらおう。ふっ、肝に銘じるぜ。座標再検知、なんとかシフト先がつかめたよ。ナイスよ。何度も何度も途切れてどうなるかと思ったけど、あとはこちらで補足可能です。どうかヨルダ様は休まれてください。ヨルダちゃん、聞こえましたか？もう影をしまってゆっくり休んで。素晴らしい成果ですね。評価ランク更新させていただきます。おう、もらっておくぜ。は、完璧じゃねえか。当然のことをしたまでよ。